はい、どうも、さくです。私もです。分かってるからということで、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。奥栄さん、僕が予約しました。愛ちゃんの好きなね、食べ物があるんで飲み物何？ビール飲んでいいの？飲んだらいいの？ちょっと俺は運転やから、ちょっと無理やけど。はい、お野菜をお持ちしますので、一度蓋開けずにお持ちください。はい、あ、ビールを瓶でグラス1個でいいです。はい、かしこまりました。いいね、じゃあ入れるわ。いい音。ほい、はい、頑張る。はい、社長か、あのちゃんの社長か。おいしい。うん、まっ。今日誕生日なんでね。探したん？探したで、歩いて探したかな。やばいやろ、 Google で一生越したん？いい店ないかな。すごい、誕生日ディナーですね。ありがとうございます。まあ、俺も食べたことないし、私もない。うまそうやなと思う。冬があれらしいわ、うん、シーズン、うん、冬の方が脂が乗ってるらしい。あー、イノシシみたいな、うん、へえ、そうなんや。冬に狩りをすんねんって。イメージ冬やな、確かに。うまっ。お願いします。味噌っぽい。もうええ匂い。肉最初に全部入れしたけど。はい。冬はもっと脂が、見てもあんまわからない。多い。はい。割合が多い。これは冬のイノシシ。ああ、そうですか。多い方です。へえ。でも食べたら全然違うんですか。違います。冬はほんまに昨日成形したやつとかが、お出汁、味噌出汁なんですけども、味噌もこそ他のあの好みなんで、もしこれで薄かったらお味噌足しますので。あ、はい。はい。ああ、いいですね。最高の誕生日の割合。いいね。誕生日ぐらいちょっと息してくれな。おお。泡残りすぎちゃう。いったね。運転よろしく。ちょっと無理やで。帰り寝るで。ご不織布やってへんやろ。え、違う違う、車で寝るから。俺は行きし運転したから頼むで。私もほぼほぼ運転したね。してへんって。ということでできたんであげちゃいます。うん、まっていうか見えな。ボタン見えな。うわー、いいね。ええ匂い。うん、前の体勢がちょっとちょっと心配してましたね。肉いっとこうや。肉は引き上げてみる。なんか見た目は牛肉っぽいよ。うんうん、でも脂が全然違う。いや、うまっ。超うまそう。白菜もうちょっとしんなりしたいな。音がええな。誕生日いただきつね。誕生日ありがとうきつね。どうぞ。初めてちゃんと食べる。お、うまい。何やろ、柔らかい。うん、なんこれ、カモ、なんていうのこういうの。おいしい。うん、おいしい、おいしい。うん、牛肉とかと全然ちゃう。あれ、また新しい知らん肉やな。うん、めありがとう。あー、おいしい。まさか俺がこんなん予約してると思わなかった。うん、予約キャラじゃないやん。誰がキャラやねん。おいしい。おい、ゴーゴー。てか黒豆食べよう。て、黒豆食べよう。おいしい。何味？甘い味。ね、苦手。おせちに入ってるやつ。うん、こういう感じね。おかずちゃうやん。あんま、おかずじゃないもん。第二クォーターいただきましょう。おい、野菜プラスアルファ入れました。箸上げ。こんにゃく、あ、椎茸も食べよう。熱っ。確かにけど、ここ冬来たらええ感じ。そうやな。そうやな。この湯気が、うん、夏でこんだけ出るの。うん、おいしい。てか、どっかに売ってへんのかな、帰りにイノシシ肉って。スーパーとかに絶対ないけど。なさそう。これとかやばない油。うん、これでさ、だって油少ないってことは冬真っ白やん。すごいな、ほら全部白ってこと。えぐ。誕生日やし全部食うてもええねんで。別に食べれたら食べれるけど、食べるけど。なんて、全然ええねん。肉先に全部取ってもタンプレやし、これも。一緒に楽しもうや、美味しいの。絶対食べれへんし、ほんで。うまっ。なになになに、肉。俺この油の方が好きかも。臭めむーちゃう。うん、全く。逆にこれをさ、仮に苦手としたらさ、何をもって苦手なんていうぐらい臭めむーやな。おらんちゃん。いや、抵抗があって食べへんのはいっぱいあるやん、きっと。うん、バンバンうまいけど。牛肉と豚バラ足したみたいな。うん、腹
白菜は減る。ボタン鍋食いたい言うてたやん言ってたな言ってたやんないや多分言った意識ないと思うけど寝言で言ってた。で俺行こうかなと思って。言ってた。週一で聞いてる。相当食べたいやん私。やし、あ誕生日やなと思って。結構暑いな。暑い。やっぱ夏の鍋暑いわ。あビール入れます。任せてください。はい、結構泡なんすよ。5対5。あざす。1人大瓶やで。大瓶って何ミリ。700633。でもそんなんやな。大ジョッキ飲んでるのと同じ時ぐらいちゃう。知らんけど。知らんよ。てかさ山椒あるって言ってあったで。私は食べれへんけど。お山椒リーバイスも言うてるわ熱いわって。じゃあこの肉食べる脂乗ってるやつ。ゴーゴー。太ったとか言ってたよ。うん、ヘルシー。そうなの。知らんねんけど。知らんねんけど獅子だけにこんだけ脂身あったらヘルシーはどうなの。なんかジンギスカンとか、うん、馬肉とかヘルシーって言うやん、うん、これもそうかなと思って。ジンギスカンはヘルシーで有名やけどさ、馬刺しもそうじゃん。うん、ごぼう美味しいで。なんで虫やねんうまっ。え、椎茸食べた。めっちゃ美味しかったで。ナスビやった、さっき食ったら。あーブリブリやな。またちゃうやろ。うん、なんか普通のさ豚バラの脂とはまたちゃうよな。なんか豚バラの脂は溶けるけどこれはなんか噛まな食べれへんみたいなわかる。食べ応えがある。豚バラの脂って溶けんねや。脂って感じひんやん。むしろさ豚バラの脂はさちょっと体には良くなさそう感あるやん。まあな、太りそう脂。これはなんか太りそう脂ではないんだけど俺はヘルシー感はあるよな。脱いだら何だよ、ミスボらしない。でも私、赤身派かもしれん。あ、逆にうん。椎茸行くわ。これほら、また間違えた。ナス、ナス。え、どれ椎茸？でかっ。熱いで。気付けや。一口でいったろ。やばいで。熱っ。絶対熱いで。えぐっ。うん、うまいうまい。うん、私、こういうナスあんま好きじゃないねんな。え、ナスって大体それじゃん。麻婆ナスあんま好きちゃうの。あ、ドゥルドゥルの。そう。あ、わかるわ。天ぷらの方がうまいな。でっかっ。ほぼ赤身ないで。バンバンでかいやん。初ごぼうや。全身に汗かいてねえよ。足も。足が一番熱い。デニム。だって作業着やからな。ほんまに。ネギ美味しい。どう ?33 歳になった気分は。これ以上年取りたくないねんけど、どうにかしてくれ。絶対それ去年も言った。ほんまに。もう30行ってから毎回言うてる。なんか29から30になった時は、なんか、あ、30で楽しみやないやねんけど、あ、なんかもうすぐ35が見えてきてるこの感じが、もういい。永遠の33歳でいいわみたいな。何やそれ。永遠の18歳みたいな。いやもう永遠の18歳はきついのがあるやん私ら。私には。いけるいける。俺はそう思ってんだよ。愛ちゃんは永遠の18歳。え、そうやってん。飲んでへん。18歳の時飲んでて。飲んでへん。だから言うてんの。あってへん。でも誕生日ってさ、うん、誕生日のディナーとかって結構おしゃれ行きがちやん。これ風情ってちょっと誕生日にはちょっと出しづらいやんみんな。俺はそこで風情を出したかった。なるほどね。でも、浩平くんらしいなっていうのはあるな。こういうのをチョイスするっていうのは。そうやろ。うん。で浩平くんがフルコースを予約するって想像つかへんもん。フレンチフルコースみたいな。まあそれはまあ普段に俺食うてるから別にそんな誕生日やからっつって俺は食うあれもないから。何で一緒に食べてるの。あちゃうわ。行った人間違えた。嘘やん。何も心配しない。なんて誕生日に。悲しい顔すなって。食べよう。え食べてね。なんで。え誕生日やしやって。一緒に分けっこしようよ。いいんすか。いただきます。待ってましたその言葉じゃあ私食べるやつどういう気持ちだったの。いいよ。何やそれ。じゃあ2人食べよう。いらんて。1個食べて。2個としたら味ない。見た目はやっぱあった方がいいな。うん。一生食えそうちゃう。塩味にもっとあるとかしなさそう。確かに。あビールいいわ。いらん。まだ入ってる。ほんで3本は飲んだよ。そのために来てんの。これはうまいらしい。売りこっちや。聞いたことない。ノルダキだ。うん、だいぶな。2人で飲むもんやで。ご飯食べた私もほんまに今日はもう寝ていいって感じ。そうでも帰り運転してよ。捕まるって。ええやん33年綺麗やん。33。割って一度蓋するので、はい、ちょこちょこ蓋開けて様子見ていただいて、周りの白身が固まったぐらいでレンゲでを一つずつお鍋の中で崩さないようにすくい上げていただいて、はい、お出汁かけて召し上がってください。はい、きたー。あ、くっついてる。あ、だから崩さんようにってそういうことか。いい。で、ご飯にのす。そして、スープを。うわ、いいね。え、なんか濃厚。うわ、いいね。美味しそう。うえ。スープ、スープ。飯してるやん。
締めいただきます。このとろみ、この感じ半分これなんかねちゃねちゃの柿みたいな美味しい、うん、うまっ残暑、うん、美味しい、うまいな、うん、てかなんでこのとろみ出てんのこの汁、うん、山椒あった方が絶対いい。私七味ちょうだい。七味タレぶっかけたろ、うん、うい、カレーみたいな、なんかハヤシライス、あ美味しい、うん、あ七味も合うんよ。でも七味にもさ山椒入ってるやん、なんか味変わった気する。野菜とか肉のうまみがなんか煮詰まれて泥味が出てる、泥味うんまこれ美味しい。この家で鍋した時これやりたい。卵落として蓋して、うん、でご飯の上に汁とこう崩さんと、うん、おじやにせんと、これめっちゃええやん。ハイパイになった、だいぶ、え俺もなんか急にハイパイになるあさげやん。よわかったな、黒電話ないのに。黒電話CM の最後チェーン、大丈夫うま、え全然ちゃうぞ、濃厚、あ、辛っむっちゃうまなってる。ごちそうさまでした、たぬき。ごちそうさまでした、たぬき。美味しかった。誕生日おめでとう。今年の誕生日は風情、自然、愛、いっぱいということです。あらした。また来ようか。冬やな。冬のも食べてみたい、うん、焼肉も食べてみたい、うん、奥江さん、美味しかったです。ありがとうございます。じゃじゃじゃ、ごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ごちそうさまでした。振ったで。ありがとうございました。バチです、うん、最高の誕生日やで。あざす。俺が誕生日みたいになっとるお店はこんな感じで、いい感じ。誰もいない、俺らだけ。電気ついてない、俺らしかいない。ベロベロ、お腹がベロベロあ、皮めくれて、うん、上あごベロベロ、あ、やけどで、うん、ごちそうさまでした。ナイス、ありがとうございました。誕生日ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。